2020年から本当に想像ができないくらいの大変化が来ます。で、僕からすると今異常なんです。今が異常だということで、2020年以降の準備をする年、今年は移動し、株式市場にとってはパフォーマンス上げやすい、ここの年っていうのはいつも何起きます？バブルが起きる。途中で逃げた方がいい。どこがピークかっていうのは、生活防衛聞いてたらお話しますので、絶好調がゆえの落とし穴が潜む年、これが株を上げてきた理由です。これが終わった瞬間にアメリカの経済は終わるんです。その時に大暴落が起きる。パンデミックが起きちゃう。トンコレラが流行ったり、インフルエンザもね、過去最多だから8割9割の人はほとんど分かってない。今度の変化は変化じゃなくて激変です。これが見えたら次また急落するぞ、書いてあるんですよ。危機状態を予告し始めてる。あれさえ覚えておいたら変な時に株買いません。どのシグナルが出たらどうなるっていうのも皆さんにね、何度もお話ししてるんで、あ、これが出たからこうなるな、もうそれだけで十分なんですよね。生活防衛聞いたりね、このセミナー来てると、どんどん怖いことが怖くなくなって、非常に皆さんね、勝つチャンスが大きいということですね。その時はこちらを買えばもううわうわですから。